はいどうも、ルーです。スーパーライジン3お疲れ様でした。すごかったね、あんだけ人が入って。総動員数48,000人、すごくね。試合は大体見れましたか？全部見た。一旦メインの、はい、メインね。お祝いしなきゃいけないことがある。初 KO だよ、平本選手。どう、ファンとしては4勝3敗1KO、 決定率 25%。 どう？いや、素晴らしいです。ね、本当に素晴らしいです。一発目の、はい、これでいきますが、おお、効いた、いける、いける、いける、はい、はい、はい、詰めた、詰めた、いくよ、はい、右フック来た、バンバンバン、はい、終わり、バン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 だったと思う。一つ目の展開で当てたって感じじゃんね。外見せて、外ステップして、パパーンとね。かっこよかったですね。すごいよ、だって、あれ、あのさ、バン、効いてからさ、詰めてた、うん、あれ20秒ぐらいでしょ。うん、あれはかっこよかったね。でもね、しかもあの追撃はもう MMA ファイターじゃん、うん、しっかりね、うん、できるようになってたね、 MMA が。これは認めざるを得ないよ。 1KO ついたから、フィニッシュ1ついたから。しかもフィニッシュした相手がずっと憧れてきた桜未来選手、もう彼の中での MMA 始めた理由になった、きっかけになった選手を超えたっていう、うん、一つの時代は終わりましたって感じだね。インスタライブでも言ったけど、コロナ禍の朝倉未来、斉藤豊、牛久潤太郎、フェザー級戦線、あの辺が最強って言われてるのが総崩れしたからね。朝倉未来選手は平本くんに負けたし、斉藤豊選手は久保優太選手に負けたし、それに2連勝してる牛久潤太郎選手は太田忍っていう一階級下の選手に完封されちゃったし、思うんだけど、なんかスーパーライジン3って感じの試合が多かったよね。なんで相手の強いところで戦っちゃうのかが俺は分からん。なんか4万人入っててテンション上がってるのか知らないけど、 MMA ファイターって勝たなきゃ意味がないのよ。どうして相手の得意なところで戦う、みんな勝負したくなるのかね。これ本当にその気持ちが分からん。なんかどんだけテンション上がっても相手の得意なところで戦おうとは思わないんだよ。だって負ける確率高まるじゃん。太田選手が言うのは、怪物くんしかり、斉藤豊選手しかり、うんうん、朝倉選手しかりもそうだし、あと女子のケイトとかね、あの辺とかレナさんと打ち合って何してんねんって話やん。だし芦澤と浩二だってさ、じゃあキックの試合と負けてんのにさ、あんだけで あの竹浦君とかさ、青木さんとかとさ寝技やっててさ、なんでタックル行って寝技で行かないん、そこの方がアドバンテージあるに決まってんじゃん。キックボクシングの試合で負けたわけだからさ、そこでだってプラスのアドバンテージが違うじゃん絶対。なんでいかないっていう、分かるよ、見せたい気持ちはあるんだと思うけど、こいつら勝つ気あるんかなって思った。まあメインの、ごめんね、メインね、そうそう、でもまあ通して思った。俺の戦前の展開予想っていうか、まあ朝倉未来選手が勝つための勝ち筋としては、スタンドで打ち合う、スタンドの攻防をする時間が短い方が絶対勝率上がるよねっていう。で、平本選手は逆にスタンドでいかに戦えるかじゃん。まあそのさ、得意なところをしっかり押し付けた方が勝率が上がるのが MMA だから、まあ平本選手はしっかり自分の練習してきたことをしっかりと発揮した。だから勝った。で、朝倉未来選手は相手の得意なところで戦ってしまった。でも完全決着したじゃん試合はね、 KO でね、平本選手の、KO っていう完全決着をしたんで、まあ2人が望んだ、ファンが望んだ、ライジン運営が望んだ形になったんではないでしょうか。割と序盤から蹴ったり打撃戦みたいな雰囲気があって、まああの、まあ、探り合いだよね。でも俺思ったのが、平本君の勝因としては先に仕掛けたことだよね。先に仕掛けたからこそ、まああの勝ちがあったのかなっていう、2分ぐらいだけどずっとペースを握ってた、ゲームをコントロールしてたのは平本くんであって、あれがだから平本選手のもう勝ち方じゃんね、その自分のペースに持っていく。まあそれはもうさすがの、それはスタンドのパターンになったら、スタンドの戦いになったらペースは握るのは平本選手だよねって感じだよね。ミクル選手はどのタイミングでタックルに行けばよかったんですか？開始1秒でタックル入れば終わったんじゃない。だって平本選手がペースを握ってる間は、MMA の寝技の展開っていうのがありえないから、
そこって朝倉未来選手にとっては俺が思うにね、そこで戦うべきところじゃない、争うべきところじゃないと思ってる。何回も言うけど MMA って相手よりも自分が勝ってるところで戦うっていうのがセオリーなのね。トライアスロンの試合に出てね、ラン、スイム、バイクってあったら何選ぶ？スイム選ぶでしょ。なのにあのバイクとかあのランで戦っちゃってるんだよ。まあそれはだってじゃあね、ランから始まるんだらスイムに行かなきゃいけないけど、いち早くスイムに水飛び込んだらいいじゃんって話なのよ、簡単に言ったらね。トライアスロンの場合はスイムから始まるんだけどさ、俺はほらタックル入る人間だけど、タックル入らない人間じゃない、そもそもね、朝倉未来選手ってね。まあだからそれを試合で出すのは本当に難しいんだろうけど、でもこの選手と戦うんだったらこうだよねっていうのはあるじゃない。なんでタックルに行けなかったんだろう。プランの中の優先順位がタックルじゃなかったんじゃない。多分スタンドである程度平本君とやり合えるっていう自信があったんじゃない。俺は客観的に見てスタンドの時間が長ければ長いほど平本君に分があるなっていうのは思ってたし、そう思ってる格闘家もそうだしファンって結構いると思うけど、まあ、チームがそういうふうに思ってなかったんじゃない。十分にそこでできるやり合えるって判断してたんじゃない。5ラウンドっていうところも、なんかこうスタミナとか考えてしまったのかなとか思うんですけど。ああ、それもあるかもね。やっぱ組っていうのは消耗するから。でも組の能力とかスキルに関しては平本君よりも朝倉未来選手の方が絶対あるから、自分が強いところで戦った方がアドバンテージって設けられるわけよ。だから組に行った方が平本君が必死に対応する100で対応するところを、まあもともとじゃあ150あったら同じ100でやったとしても、やり合ってたとしても50アドバンテージがあるし、ちょっと勝ろうとしても110でやるだけで相手はいっぱいいっぱい、こっちは40残したまま戦えるっていう状況を作れるから、まあ、組に関してはそれくらいの差があると思うからね。そっちの方が自分も消耗するけど相手のことを消耗させられたと思う俺はね。まあ、タックルじゃなくてもいいけどね実際。ああ、クリンチとか。そう、何でもいいと思う。全部平本くんの距離ってもうロックオンされてずっと同じ距離やっちゃってる。ずっと平本くんの好きな距離で好きなタイミングでやっちゃってる。その距離の設定が全部平本くんの距離なんだよ。もっと下見せてもよかったんじゃない。じゃあもっとタックル行けよタックル行けよって見せたら平本くんの足も止まるんじゃない。朝倉未来平本蓮に関しては久保優太 vs 斉藤豊の動画で言ったんだけど、平本蓮がテイクダウンディフェンスに半分以上行ってしまったら、テイクダウンディフェンスをしなきゃいけない、テイクダウンに反応しなきゃいけないって頭に行ったら打撃では五分かそれ以下の戦いになるよっていうふうに言ったじゃない。だから朝倉未来選手はもっとはたく入らなくても入るよ入るよっていうプレッシャーをかけた方が良かったと思う。入らなくてもいいんだよ。なんて言うんだろう、全部ペースを握られてる。平本くんがペースを握ってた、好きにできたと思う実際。そこをフェイント1個入れることによって相手がグッて止まったり、あ、タックルあるなって頭になることによって少し警戒せざるを得なくなってしまうわけよ。それをするかしないかは、特に5ラウンドあるんだったらタックル入られるかもっていうふうに思って5ラウンド戦うのと、あんまり来ないだろうなと思って5ラウンド戦うんだったら動き方も全然違うし、感覚的なものも全然違ってくるわけよ。入る素振りが一個もなかったじゃん。入らなくても入る素振りを見せるだけでいい。今入る素振りを見せない方がいいパターンもあるんで、俺みたいにタックル入るやつは、あ、今回打撃で来るのかって思わせた方が、少し思わせた方がいいパターンもあるんだけど、だけどあそこのストライカー同士の戦いにおいてはテイクダウンを少し意識させた方が良かったんで、なんでかって言ったらテイクダウンディフェンスに不安があるから、お互いにね、分かんないけどね。まあ、平本選手の最初聞かせた時の打撃が綺麗なステップというか、かっこいい綺麗って言うけどバタバタバタって感じだね。外をパッパン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 みたいな細かいステップだったね。そう、細かいステップで意表をつかれたじゃないけど、うん、思ってたところじゃないところからパンチが来たんだろうな。まあそうだろうね。攻撃パターンとしてはさ、外にステップして内に入るっていう、まあこっち見せてこっちみたいなさ、うんうん、単純ではあるんだけど、あれで倒そうなんて思ってなかったと思うよ。
まあ当たったらいいなぐらいの、うん、その1がハマったって感じじゃない、きっと。まあでも大抵1ハマるんだよね。俺もそうだけど、俺は倉本先輩バーン倒した時も丸1、準備してた丸1で倒したわけだ。結構ね当たるんだよね。で、まあちょっとプレッシャーかけて、うん、右フックかな、三倉選手が右を振った、聞いた後でしたね。あれもそう、なんで聞いた後さ右振るんのかな、はい、癖なんだろうな、本当に癖になっちゃってるんだと思う、うん、で俺らさ、あのレスラーとかさグラップラーってさ、聞いたらタックル入るのよ。聞いてさ右振っちゃったらその後何もないじゃん。もうその後何もなくてババーンって案の定まとめられてたじゃん。それも平本選手は多分相当対策、あれは多分平本選手じゃなくても全格闘技ライジンファンが分かる、知ってること。朝倉未来選手が聞いてしまって右を大きく振っちゃうっていうのは全ライジンファンが知ってるんじゃない、を出してしまうっていう、うん、まあでもそこまで追い込んだっていう平本選手のもうその時点で勝ちだよね。これを出して頭下げてこれを出させた時点でもう勝ち確だったと思う。まあ、ミクル選手は一回聞かされたけど、うん、リカバリーできそうな雰囲気もあったじゃん。時間はなかったんじゃない、だってだって聞いて、だってこっち振っちゃってんだもん、右振っちゃってんだもん。右振らなかったらあったんじゃない、聞きました、あ詰めてくる、タックル見せるだけ、クッて見せるだけでクッて止まるもん絶対。だからこのフェイントっていうのは相手をこうグッて止まらせる効果もあるからね、うん、別にあのタックルに限らずね。もうだってジャブポンってこうスッて出すだけでも相手クッて止まるからさ、聞かせて詰めたら右フックが来るって分かってるから、もう多分バーン入った瞬間勝ち確信したんだと思うよ。もう手詰まりになっちゃったらこれが来るって分かるじゃん。しかも相手平本選手だからね、朝倉未来選手のことが大好きな平本選手だよ。多分この試合をやるにあたって何試合見たと思う、何試合研究したと思う、その前から朝倉未来選手に勝つために何回何十回何百回その動画を見たと思う。それに対してこれはないよねっていう、それはしちゃいけなかったと思う。引かされました、でそこで組を選択するとかタックルのフェイントをする、でセーフティーな距離を取るっていう行動ができたらリカバリーするチャンスはあるけど、聞いたまんまの状態で頭すっぽんでこれはちょっとその選択肢になった時点でも終わり。選択肢っていうか多分もうね体が動いちゃったんだろうね。まあそうだね、そうなんだと思う、癖なんだと思う、もう聞いて右振る、ね、帰りのインスタライブとかでもすごいいろんなコメント来てたけど、やっぱりショックとかなんかこう虚無感、うん、朝倉未来選手のファンはってこと、ファンじゃなくても、でもまあ本当に、まあ、話戻るけど一つの時代が終わったって感じだと思う。終わったっていうか始まったっていうか、私も始まったと思った。そうでも俺ってさ、まあまだ MMA3 年しかやってないけどさ、もう結構年なのよ。だからどっちの気持ちでもあるのよ。あ引っ張ってきてくれた人の時代が終わった、こっから上がってく選手の時代が来た、俺どっちにいるんだろう。でも平本選手と唯一の同期一緒にデビューして、うん、試合順も前後だったし、うん、私あの日初めての格闘技観戦だったので、うん、また泣くぞそれ思い出したら。泣いちゃうんですよ。泣くな。そう、あの泣いてもいいんだよ。初観戦にしてはあまりにも刺激が強すぎて、うん、うつむいてこうリングから帰ってくあの姿が全然忘れられなくて。あそこからはすごいレベルアップしたよね。本当に自分がたどり着きたいところにたどり着いたじゃん。それは素晴らしいと思う。だけどそこをゴールにはしてほしくないよね。まだまだ上はいるぞっていう。もうちょっと試合見たいなと思うけどね。ちょっと試合数が少なさすぎるかなとは思う。まあ怪我とかあるだろうしさ、心のさ精神的ななんか不安定さとか、なんかそんないっぱい試合できないのかなと思うけど、もうちょっと試合してもいいかな、もっと見たいなと思います。だから俺思ったよ、ヤーマンみたいなね、ヤーマンの発言すごく良かったと思うよ。試合後のどんな選手とでもやりたいと、経験を積みたいと、グラップラーとやりたいって言ってたからね。いや本当に次誰とやるんだろう、誰とやってほしい。私久保選手とみたいな。久保優太が上かって言ったらそうでもなくない。だって斉藤優太選手で勝ったの。斉藤優太選手のポジションって今全然まだタイトルショットできるような立場じゃないじゃん今だって。あとは萩原選手2とか優しいね。やっぱりそこには勝てるよ。多分今の平本くんは萩原選手に勝てるよ。絶対勝てると思う。久保優太、あどうだろうな。
まあ面白い試合になると思う。すごく面白い試合になると思う。そう、あと朝倉未来選手のね引退がやっぱり大きなニュースにもなってますけど、でも一旦自分の戦いはやめますって言ってたでしょ。いやそっちの方がいいと思う。だってメイウェザー、ヤーマン、平本で同じ倒れ方しちゃってるからね。もうまあ格闘技をもう一回じゃあ復活しますって言うんだったら2年ぐらい、少なくとも丸1年脳へのダメージがない生活をした方がいいと思う。なんかミクル選手のファンの人たちの気持ちを考えると、うん、そっちの気持ちも痛いほど分かって、一番きついのは辛いのは選手だっていう前提でね。それでも選手ってさ、その悔しさをさ自分の力で晴らせるじゃん、次また勝てば、うん、だし負けたら自分のせいだし、うん、悔しかったらまた自分の力で頑張ればいいし、うん、けどファンってどうしようもできないんだよね。もうこの気持ちって明日も明後日も多分1ヶ月後もずっと引きずるわけで、その気持ちのやり場が多分どこにもない。だからまだやめないでくださいとかまた頑張ってくださいって多分安易に言ってる人が多いんだけど、うん、それって自分の気持ちを解消したいだけなんじゃない。ファンの人たちってさ、選手のさ夢とか目標にさ試合のたびに乗っかってるわけじゃん。でそれでずっとそれを楽しませてもらってきてるのに、まだこのミクル君がこの状況になってもなんかやめないでください。なんかそれがちょっと切ないな。まだ生きてるから、まだ戦うかもしれない。だって一旦やめますだから。いいことおっしゃったけど、朝倉未来選手のファンは今後は太田忍のことを応援しましょう。俺のファンになれ、俺が全部背負う。お前じゃ朝倉未来は背負えねえってきたら俺気持ちいいってなるけど、方向転換。そう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 、あれだよ、失恋した時にさ、男は星の数ほどいるって言うでしょ。格闘家だってたくさんいるのよ、たくさんいる。でも変わってんぞ、多分結構変わってんぞ。太田忍のことを応援してくれる人は今のほら格闘、日本の格闘技ファンを見てごらん。例えばさ、うん、なんかそのこの前ベラトールでさ勝った後にさ、うん、めちゃくちゃさダンスしたりさ、うん、ケージの上ですごいパフォーマンスとかさ、うん、いろいろやったけど何一つ叩かれてないじゃん、うん、あれを多分日本人選手の相手に日本でやったら、うん、結構言われるんだと思う。あ、まあまあそうだね。なんかだって足湧くん時にこうやってやったらめちゃくちゃっていまだに怒られて、何が悪いか分からんけど、俺が言いたいのは実力主義じゃないじゃないっていう話をしてるわけ。言葉を選ばずに言うと、ちゃんと MMA だけを純粋に見てるファンの層と、こうストーリーとかさを込みで見てるファンの層があって、まあ、それってこうな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 るじゃない。また他のカードは、また別のタイミングで。俺もう本当にね、でもね、ちゃんとなんか褒められる自信がない、みんな。もっと勝ちに貪欲に戦う姿も見せてほしかったな、見たかったな。まあ、本当に多分ごく一部のファンなんだろうけど、そういうのって。もっとやり方あったんじゃないかなって思う試合がいっぱいあって、なんでそこで勝負するのって、アホなんちゃうかって言葉選ばずに言うとね、勝つ気あんのって思った試合がいっぱいあったから、まあちょっとうまく編集してください。次は他のカードの感想動画を撮って、うん、その後は質問コーナーをやりたいので、っていうのもなんか結構 DM とかでいろんな質問を日々いただいてるんですよ。でこれを YouTube で撮ろうかなと思ったりもするんだけど、まあ、Twitter とかインスタとかで質問を募集していくと思うので、俺の Twitter とかインスタとかで募集したらしょうもないコメントしか来ないですよ。そんなこともない。そん中からしょうもないやつからちゃんとしたやつを選ぶってこと。そう、その質問に対して1個の動画を撮る可能性もあるし、なんかこうパッ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 って答えるかもしれないので、ちょっとわかんないんですけど、うん、まあ一旦質問を送っていただける。ペンネーム何とかさんからの質問みたいな感じじゃん。ラジオみたいな。やんの。違うの。後ほど募集をするので、ぜひ、うん、インスタとツイッター、どちらでもいい。待って待って、募集するの、またあの、じゃあ今まで来た質問はしかと、あ、すいません。そうなんだ。じゃあもう一回やってください。もう一回書いてください、ね、一回送ってください。わかりました。はい、ということでスーパーライジン3神興行でした。はい、また来年スーパーライジン4があるのかな。だから多分もう9月の発表されてたからね、はい、
9月29ルーも出る VS ピットブルとかどうぞということで、はい、以上です。バイバーイ。